本日は自宅にいる皆様へほっこり企画、あの男をゲストに呼び声がテーマの企画です。たまにはこんなもんいいでしょう。どうぞ。最近またいけいけ打て打て狙っていけ、次ストレートストレート打て。おい、 もっと声出せよ、応援して。ですよ、声もう出ない、はい、いけ楽にいけ。このグラウンドも変わらねえな。どうした、見逃し三振しちまったみたいな顔しやがって。忘れちまったか。俺だよ、俺ハンバーグだよ。でかい。そこに現れたのはやたらと声のでかい男。ライパチ君、はい、声が出てないね。声を出す方法を教えてあげよう、はい、じゃあ師匠の後について行ってごらん、はい、お願いします。じゃあ行くよ。というわけで本日の特産 TV はですね、はい、日本一声の出る男をゲストとしてお呼びしました。自他共に認めるハンバーグ師匠こと井戸田さんでございます。お願いします。いやいやいや、なぜ今回ハンバーグ師匠が来てくれたかというと、本当にあの野球って声が出ないから試合出してもらえないとか、声だけ出せるからベンチとかできるんですよ。本当にあの十何人のほんと最後の何枠は声で入るやつがいるんですよ、うん、で声ってそれぐらい相手へのプレッシャーとか味方へのこう自信になるんで、めちゃくちゃ大事で、それで今回ちょっとつながりがあってお呼びさせていただいたんですよ。日本一声出る男をちょっと呼んでみたいと、野球界の声出しだけのコンディショニングコーチとか。そうですね、大事なんですよ、それが。そうです、そうです。あのね、僕が基本大切にしてることは、はい、思いっきり声を出すだけです。思いっきりが大事。いや、思いっきりそれ以外がないんだよ。全ての極意、全ての極意入ってる。確かに、思いっきり、思いっきりに多分深みがありますね。腹くくっていくっていうだけなんです。なるほど。ひな壇でこう前に出る時もやっぱり一歩遅れると他の人出るから。あ、そうですよね。そうすると収録後にめちゃくちゃへこむ。ああ、後悔が、うん、だから声出して失敗するんだったらもうしょうがない。あ、なるほど。出さずに失敗する方のがもっと後悔する。確かに大事だ。すごいよ、収録見ててもメンタル。メンタル。そこでいくかっていう。本当にもうある種人生勉強になるで。フルスイングいくから空振りしても美しいっていう。あれ当てに行くとやっぱね、周りもなんか、あれもマックスの声でドーン振ったら、もう全然当たってないね。けどなんかオンってなんだよ。ハンバーグ師匠、野球歴は、うん、小学校の時に、はい、ソフトボールやってたんですよ。あ、そうですか。4年、4、5、6とか。あ、はい、そうやってらっしゃるんですね。で、キャッチャーやってました。あ、そうなんですか。キャッチャーですか。その時からも結果声出す感じの人だったんですね。しまっていこうも言ってたし。そうね、声が出るからキャッチャーもありますからね、少年野球の時は。逆に。そういうキャッチャーかもしれないですよ。声出るわ、この子はと。もうその時の監督は今見てやっぱりなと思ってるんです。腹開いてると。だって腹開いた、やっぱ声出る思ってたって取り立ててレギュラーになれるほど上手くなかったです。そうなんですか。それで大きな要ですからね。そうなんです。確かに。声だけでもぎ取ったという。まだまだトークは続きますが、一旦日本一のしまっていこうをお聞きください。まずは一般野球人代表としてライパチから。外はね、はい、もう本当に声吸われちゃう。声が吸われる。ボイスがこう、いろんなものが聞かれるから、本当に腹の底から声出さないと。なるほど。うん、いける？閉まっていきます。オッケー。閉まっていこう。うん、閉まっていこう。ま、ここが閉まる。でも全員守備つきましたと。そうですね。はい、閉まっていきたい。じゃあ行きましょうか。はい。閉まってこーい。中国は関係
係ないでしょ。中は関係ないっす。声が違う。通ってましたね、しかもね、声がグランドに座れちゃってるね。座れてる。これ、これ大丈夫ですか。これ使ってみたらちょっとリズム出るかも。リズムか。リズムか。しまってよー10でやれよお前。あのちょっとね声は閉まってきたけど、はい、なんかわかんないけど感が悪い。これ今カメラも向いてるし、はい、ハンバーグショーも隣にいるし、はい、出さなきゃやばいと思ったでしょ、はい、出さなきゃ終わらない、終わらないと思います、はい、常にその気持ちで待ってなくても、終わってなくても、師匠いなくても、常にこの気持ちでやっていこう。その試合の一瞬一瞬はその時しかないわけだ、はい、そうです、常に最後いい出さなかったらもう終わっちゃいますもんね。そう、後悔したくない。ひな壇と同じ感覚ですよね。すごい勉強になりました。爆発が違うんですね。爆発が違います。どんどん後悔なくやっていこう。いいです、後悔しない。ありがとうございます。さすがコーディネーターです。今日は特産テレ TV に来るということで、はい、ちょっと自慢の品持ってきた、はい、これ、はい、田中マー君のグローブ、マー君のグローブ、はい、見えた。マー君の好きなあれ、気持ち、気持ちの、うん、でもこれ番組で一緒になった時に、はい、いただいたんです。ああ本当だ。本人のサイン。そう。え、これメジャー行った後ですよね。行った後で。17年4月だから。もう結構最近ですね。そうなんですか。4月。うわ、これでもすごい。外野用のグローブ。はいはいはい。そうですよね。確かに練習用で。練習用で使ってるやつ。はめちゃってますよ。いやいや、ガンガンはめてますけど。なんで勝手にはめてる。思わず。謝れます。全然いいです。めっちゃいい方。あ、マークらしい方。縦通じ、縦通じね。これと、もう一個これ。めっちゃめっちゃかっこいい。うわー、リュウだ。知ってる。リュウは、なかなか手に入らないですよ、これ。まさか中立でリュウといえば。はい。え、サイン入りでいただいてます。うわー、マジか、すげー。ご覧の通り、野球大好きな芸人さんであるハンバーグ師匠、その野球の実力はいかに。はい、レッツゴー。かっこいい。この公園キャッチボールするから旅の途中ですね、これは。ナイスボー。いい感じですね。キャッチボールされますか。キャッチボールも久しぶりですね。いいですね。一番最後にやったのは山本雅さんです。レジェンド、超レジェンド。ちなみにあのグラブはさっきなくなってますか。え、グラブか。グラブはお借りしましたよ。マークとあの松坂選手も使えるわけない。ここにサインが書いてあるんですよ、松坂さんが。もう消せない。もうドロドロになっちゃう。消せないさ、あれ鑑賞用だ。鑑賞用。結構野球は縁あるんですね。じゃあ野球俺好きです。あ、ありがとうございます。結構しっかりめに投げれますね。もう肩痛いもん。あ、そうですか。無理しないように。無理のないように。ハンバーグ師匠とキャッチボールできるとは思わなかったっす。いや、俺もハンバーグ師匠としてキャッチボールやるの初めてですよ。だからあのハンバーグ師匠としての個性は死んでますよ。まだカウボーイハットかぶってない。キャッチボールしてる糸だなって。でもたまにこう野球やるの楽しくないですか。楽しいですよね。今日すごい楽しみだった。ああ、ありがとうございます。僕らも楽しみでした、一緒に野球できるの。やっぱその声出す選手ってすごくやっぱ貴重で、相手も楽しくなるんですよね。ナイスボールって言ってもらったりしたら。ブルペン見ててもね、はい、やっぱそのキャッチングが上手い人のがピッチャーも気持ちいいですよね。そうですね。ナイスボール。いい。ナイスボール。はい、いっちょっ。ちょっと江戸っ子入るんですよ。あんまり聞こえない声だった、グラウンドでは。大丈夫ですか。ちょっと痛い。あ、大丈夫ですか。ありがとうございます。浜口師匠、ピッチャーっぽい。こう。ピッチャーっぽかった、ボールが。いや、なるほど。ビット。まさか。マジですか。はい。もう、100% ビーフでした。いや、いいねいや、取られてますよ。 100% ビーフでした。ビーフでした。紛れもなく、紛れもなく、何のつなぎもないんですよ。まっすぐストレートに行くと、ね、そうです、そうです。おお、続いてキャッチボールの後はせっかくなのでバッティングしましょう。というわけで手加減という概念を知らない兄貴と勝負は明日。あっぱれショップニューアイテムのお知らせ。
春先にベストな着心地、おしゃれカモフラロゴのパーカー、野球やるときどうぞ。続いて色違いのブラックパーカーにやっちゃいました、目立ちまくりのカモフラフラットキャップ。野球も上手くなる気がします。デッドボールも増える。極めつけはこれ、カモフラキャップ、センス爆発。ジャングルでは隠れますが、グランドでは目立ちまくり、派手派手だ。概要欄にリンク貼っときますので見てみてください。